この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。はい、はい、2度目ですパート2ですね。そうそうそう、ちょっとさっきね、ちょっと機材トラブルで、はい、取りこぼしちゃったので、はい、もう一回ね、ちょっとリベンジしております、ね。はい、改めて、ね、正直、はい、聞いてる方はこれ1回目です。そうですそうです、はい、1回目の気分で、はい、はい、録音していきましょう。はい、はい、梅雨ですね。梅雨ですね雨降るね。雨降るよ、本当これ、ね、毎日降ったりやんだり、降ったりやんだり、ね、そう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 もう何話したかもう忘れたけど2回目だから、2回目だからね、うん、はい、ジッフィーで話してもらおう。あ、そう早速ジッフィーほら週末、先週末さ、そうです ね田植えしましたね。田植えしたよね2度目だから全部受けてる今日受けがいいよ。そうです ねどうでした、初めての本格的な田植え。そうですね、なんかすごく大変だと思ってたんですよ、うん、まあ、多分大変なんですけど、うんうん、私がする作業はそんなに多分大変では比較的なくて、うんうん、はいはい、なんかこう、なんですね、田植え機でバーッとですね、うん、あ、機械でね、そうそう、はいはいはい、植えて、それをこう植え継ぎするっていう手伝いをしてたんですけど、うん、なんで植え継ぎするのが、うん、なんか終わってからまとめてするんで、うん、あ、そっか、その植え継ぎっていうのはその間の空いてるところをこう、手でこう植え切れなかった隅っことか端っことか、はいはいはい、ちょっと植え持ったところをポッ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 植える、手で植えるっていうのをやってたんですけど、うんうん、なんか全部3枚田んぼがあって、はいはい、植え終わった後にまとめてこう、うん、植えて回るんですよ、うん、なんでそれまで基本はそんなに出番はなくて、うん、そうそう新人としてはね、そう、新人としては何すればいいか分かんないんで、うん、田植え機にたまに苗箱、その苗が入る箱を、うん、はい、田植え機にこう乗せに行く。ああ、追加の補充、そうそうそう、補充の苗をね、うん、それをちょっと空になってもらって、はいはい、そういうちょっと地味なこと、うん、サポーター基本は観察してます、うん、田植え機の苗を持って、うん、4列ずつ行くんだなーとか、あ、そうかそうか、あー、シュッてあるシュあの田植えにシュッていうの、そうそうそう田植え機に、なんていうかこうじっくり見たことありますか、田植え機。ないですすいません、ないです。なんかあの植わるところがこう下にあるので、植わる、はいはい、うん、植えていくところね、の上の方に上の方に、あの苗をこう入れる入り口がこうあるんですよ、はい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 、板状のなんか苗を入れる、そうそうそう、板状にこうちゃんとシートがシューシートみたいな、シューリーめっちゃ受けて途中でトイレ行ったのこの2回目で聞いてるからもうね、長時間だからね、今日ねごめんね、ちょっと油断しちゃってごめんごめんね、同じ話してるの、まだオープニングなんだからさちょっと早めに行ったらよかったじゃん今から撮り直すよって言ったんだからさごめんね、うん、ね、田植え、シューリーもね、田植え経験あるでしょ。私もね、やりましたよ。シュってわかる、シュって田植え機、シュってシュって、あ、シュってするのわかるよ嘘やん、わかるよ、シュって何何シュってするやつね、シュってすると、うん、シューって入ってくるねほんとほんと、シューしかないよね、そうそうそう、で、タッ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 シュッとさせちゃった、そう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 、あ、なるほど、でしょってことで言うなら、シュッタ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 、なるほどね、よくわかったでしょ、うん、なるほどね、みんなこう綺麗に植えてるけどね、うん、その話もした、まだしてない、まだトイレ行くからね、トイレ行くからわかんないと思うけど、まだなんだ、あのね、ちゃんとこう順番があるんですよ順番、そう、ちゃんとね、田植えする時も最後こう戻ってくるルートを残しながら、うん、田植えとかしなきゃいけないんですよ、そうか、うん、自分の居場所がなくなっていくんだ、そう、ダブルでこうね、植えることになっちゃうから、重なったらダメなんで、はいはいはい、その辺もちゃんとあの頭に入れてから設置されてる、うん、なんかチフィンとかあれなんでしょ、そう、なんか、うん、地図みたいなのついて、地図、あのなんか田植え機がその4列と2列選べるんですよ、何列ずつか植えるかを、うんうん、そうで基本はこうみんな多分4列でこうね早く終わる、そう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 、ですけど、最後らへんそのちょっと
調整するゾーンになってくると、うん、そうあの2列で行ってあの帰りまた2列とか4列で行ける。そうそうそう。行き帰りを考えないといけない。残しとこうみたいな感じで、うんうん、出れるとこって決まってるもんね。そう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 。田んぼのねなんか全ての場所四つ角を出れるわけじゃない。そう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 。田植え機がね。そこを行って、うん、最後一周して帰ってくる。うんうん、なんかそういうだからここら辺は全部残しておくみたいな。ちょっとゲーム感覚とかもね。なんかありますよね。インベーダー。インベーダー違う、なんだっけ何でしょうね全部こう行かなきゃいけない、ないでしたっけあったかもしれん、うん、なんかありそうだなと思ってそうそうそう上から見たらね、そう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 似てるかもしれないね、なんかよくわかんないけどシュッとしてタタタタそう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 あるよねシュッと降りてきてこうタタタタタタタってやって天をこう食べてパックマンみたいな感じあーそう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 やん出てきたそうそうそれだそれだインベーダーじゃなかったじゃあ田植えはパックマンというそうですね、パックマンです一言で言うとそうなん、うん、そうなん、うん、分かんないけど、いや面白いね、うんうん、今日は、ね、チッフィー祭りですそうなんですよ、まだまだ喋らせましょう、ま、そうそう、今日は喋ってもらうよ、うん、そうそうそう、うん、あの次のコーナーねあるからねあるんですよ、あのチッフィー、あの今月でね、あの地域おこし協力隊終わりという、うん、お話だったのでそうそうそうねあの今月ほらもうチーフィー月間にしようという話だったじゃないですかはい、はいはい、なのでちょっと次のコーナーに行きましょう、はい、次のコーナーがあるんで、はい、じっくり喋ってもらいましょうはい、はい、では次のコーナーです週刊チッフィはいイエイイエイ週刊チッフィ、はい、今月 の, の今月の新しいコーナーです今月限定の創刊号創刊号週刊チッフィ ね, ね、はい、このね始まる創刊号のね、うん、こう記念すべき日に、はい、あのあずあずトイレに行きました、はいみんなね、長時間でねあの途中トイレタイムが、ね、あるんですけど、ね、はいそうあの今月でね、うん、地域おこし協力隊というお仕事の任務が3年間任期満了ということで、はいこのね、そう毎週お届けしようと、うん、あと4週あるんですよ、うん、6月って、うんうん、であの任期が3年だったんですよ ね, そうですねなので、まあ、1年目2年目3年目 の, あの、うんうん、振り返りを、ね、してもらってで、うん、最後が最終回最終回で、うん、今後の話をねはい、聞いていければなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。まずは1年目、はい、1年目ですね。1年目のチーフィー。私、1年目のチーフィーは、ね、あのもともとほら、きっかけ。きっかけは、どんな感じ で、ね、あのこの協力隊という形で南畑に来たんでしょう。聞いた気がするけど。聞きましたけど、ちょうど2020年の7月に私やってきたんですけど、はいはい、7月、あ、そっか、7月がそうそうそう、ねうんうん、ちょうど吹き出してる、しほりいいじゃない、何回聞いてももらってもいいですよすぎるでしょ、もうなんで聞いた話そういいよ、もう一回聞こうそうそう、7月に来て、あ、だからそうそう多分3月ぐらいから多分コロナがこうね、うん、やり始めてそうそう2020年っていうのはそう、そうそう2月コロナが、ね、始まっていろいろ宣言がなんか出たりそうそう多分だから家にいる時間も多くてもともと転職しようって思って福岡行きたいとかは思ってたんですけど、うん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 、なんか本格的にだから調べる余裕がこう出てきた、うん、はいはいはい時間がちょっとあってそうそう、ね、なんか行く、うん、なんていうんですか出勤する日とかもなんかうちの会社はなんか週3でよかったりして、うん あ, そね、あの休みにもうもはやなってて、はいはいはい、そうだから週4も休みで何するみたいな感じであのそう転職活動がそう、うんうん、いろいろかん、ね、人生を振り返る時間ができたわけねそうそうそうであのちょっと田舎の方もいいなと思ってあの地域おこし協力隊のサイトがあるんで、うん、ちょっとそれで調べたりしてて、うん、でそしたら福岡でちょうど中川となんか、うん、何か所かこう、ね、募集があってたんですけどなんかちょうど中川市はなんかね立地もいいし、うん、私実家長崎なんでそっちもちょっとここは帰りやすそうだし、うん、そっかそう実家まで、ね、1時間半とか大村の方は行くんですよ長崎方面ねそうそう高速するとか、うんうんうん、そうとか、ね、福岡もなんか東京とか友達多いんでちょこちょこ帰ったりしたいなと思った時も、うん、空港も近いし結構予想40分とかで行くんで、うんうんうん、そっかめっちゃいいじゃんと思ってあの都会もまだなんかね遠くないし、うん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 、ありだな
ちょっと応募してみようと、ちなみになんか他もいろいろ検討したりとかしたんですか、いくつか。他はいや、なんかあのちょうど北九州あたりでもなんか募集があってありかなと思ったんですけど、はいはいはい、北九州はあんまりなんかなんていうんですか、場所馴染みがない、そうそうそう、感じだったんでちょっと勇気いるなと思って、ね、長崎遠くなるし、そうそうそう、だからまあとりあえず中川応募してみようっつって、ちょっと気軽な気持ちというか、そうですね、なんかオンラインで面接もできるってなってたんで、ね、行かなくてもいいからとりあえずあの、ね、オンラインで済むなら、あの調整もしやすいし、はいはいはい、ね、受かったら受かってて、そういう運命だろうということで、とりあえずなるほど応募してみたら受かっちゃった、ね、意外とトントン拍子で、すごい受かってそう来ることになり、そっかそっか、でそれが7月、うん、3年前の7月、そうそう8日ぐらい、でそう最初さ南畑に住んでなかったよね、そう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 エコの方に住んでます、ね、エコあの丸京の近く、丸京の近く来たことありましたっけ、いやないないない丸京の近くって聞いたから、ね、そうそうそう、それを覚えてるの、そうそうそう、今どこにいるのって言って、結構いいマンション住ませてもらいました、今知らんけどなんかあの多分家賃の範囲内でうんうん、うん、多分そうそう、私の前なんか物価が全然違うじゃないですか、はい、家賃のあれが、あだから私の前の家で考えたら、うん、前の家より家賃安いのにこんなとこ住めるんだって、めっちゃいいなって、そっか思ったけど、うん、あのこっち来たらさらに家めっちゃ広くなってなんだこりゃって感じなんだこりゃなんだこりゃって思いました、うん、これで一人分みたいな感じ、まあ、庭、うん、庭もついてるし、そうそうそう、南畑逆にそういう家しかもう多分ない、そう、うん、ないっていうのも分からなかったんで、私もそうそうそう、そうどういう家なんだろうっていうのも、そうかろうじてコープが一軒ね、一区画あるかなぐらいだもんね、うん、あともう普通の一軒家だもんね、庭もね無駄に広い、そうそうそうなんかいろんな木あるし、いろんな木がある、うんうん、そう、ほんとね、面白いですけど、じゃあ最初はそのエコから、エコからそうですね、エコが2ヶ月あって、あ、2ヶ月か、でもそうそう、9月にこっちにまただから引っ越して、うん、あの今に至るって感じですけど、うんうんうん、そうですね、だからなんかそっちになってから車も持ち始めたんで、なんか行動範囲もだいぶ広がったりして、うん、はいはい、7月、そうそう、だからエコに住んでる時はちょっと南畑に来るすべもあまりなくて、うん、そう、うん、ね、だからいちいち平日は良かったですけど、市役所から、うん、なんか外の人な感がすごい、うん、ありますね、あ、じゃあどちらからも見てる、見たですね、さ1年目はね、そうそうそう、外から見る南畑も実際見つつ、そうそう、うんうん、でちょっと住民になった感じで、うん、そうそう、うん、へえ、そうですね、なるほど、そうですね、うん、で来て早々あの和菓子とかもあって、うん、なんか宇治子さんたちとこうわちゃわちゃ、そうだね、いろんな取材したり、無病息災なね、あの祭事が結構あるね、うん、そうそう、毎年7月30日ね、主婦に積もってる、ね、なんかこれ聞いたことあるなみたいなね、もうマイクを向けるなという感じですけど。めっちゃ積もってる、いいじゃないですか、何回聞いてもいいんですよ、もう時を戻そうみたいなねえ、そう、銭湯廟があったりね、銭湯廟もあったり、うん、はいはいはい、イベントがいっぱいありましたね、そういうイベントとかに顔出して、そうそうそう、うん、ちょっとずつ地域の人を知っていく、うん、そうそう、9月からか赴入道住むんでって言って、うんうん、そうそう、あ、そっかそっか、そんな感じ、そっかそっか、住んでもないんで、あのよろしくですっていう感じで、うん、そう、顔を打っとこうと、どんな印象でした、初めて その南畑の人にこうとこう話した時の印象って、そうですね、ね、こうこっちに来てから初めてね、そうやって、そうそうそう、仕事としてまず南畑にすら来たことないまま、うん、こっち来たんで、そうよね、うんうんうん、なんかギャップとかありました、いや最初 の, そのオンラインとかでいろいろ見る、あ、本当、うん、なんかあの南畑の本あるじゃないですか、うんうんうん、それをあのもう参考書ばりにめっちゃ読んでたんですよ、うんうんうん、試験対策じゃないですか、うん、その面接とかあるから、うんうん、あの対策でめっちゃ読んでたから、はいはい、あの情報がすごいインプットされてて、だからなんかちゃんとそれの感じのまま違和感ないんですね、あの本はね、そうそうそう、違和感なく来れるテキストとしては最適なんですね、そうそうそうあ、これが噂の寺井さんかみたいな、あのそうだ、私もそうです、2の方に、そうだね、そうそうそう、寺井さんだみたいな、うんうん、なんか見たことある、噂になってんだとか、
そうでもおこもりとかだからね、はいはい、ようやく今度あるんですけど、あそっか初か、そうかコロナでなかったんだよね、あのおこもりはないんだなって思ってちょっと残念なというか、うんうんうん、そう戦闘名とかあ写真で見たイベントだなって予習してたんで、そうか今年はね和菓子もありますかね、あのひょっとこが来るやつ、うんうん、お祭りが ねひょっとこもちゃんと見たことないんで、私もないんです実は、本当ですか、あそうだっけ、そうそうコロナでねちょうど何も見てないので、うん、今年楽しみ、うんうんうん、とあれは一ノ瀬のお祭りなんですよ実は、あそうなんですよね、そう、うん、あの、うん、お祭りひょっとこが来たりとか、うん、で店がねその参道の降りたところにこういろいろちょこちょこっとあったり、カラオケ大会とかやってるんですけど、じゃあの境内の向こう側である境内のあの前手前にさあのちょっと小上がりのさ、うんうん、あのお宮があるじゃん、 ありますあります、そうそうそう、えじこさん作業したりするスペースが、あの靴脱いで上がるとこがあるんですけど、うんうん、それがあのステージになって、でカラオケもがっつり置いて、照明もバンバン焚いて、そうあれはね、うん、一ノ瀬久能祭りなんですよ、そうなんですね、それをその和越の時期に合わせて、ね、やってるんですよね、なんで意外となんか南畑全体の人もやっぱその無病息災、食災食災ね、あの息災あのお祈りにねこうお参りに来られたりするんですけど、だからみんなこう来るの一ノ瀬だけの人じゃなくって結構いろんなところいろんなところから地域から来られるので、なんか南畑の祭りっぽいんですけど、実は一ノ瀬区の祭り、うん、それもね、3年越しに見れる、ね、うん、楽しみですね、私は見れるかもしれないですね、そうですね、うんうん、はい、まあ、そんなこんなの、うん、そうだね、あとまあ美術散歩あったりとか、そう美術散歩ね、実行委員長でしょ、はいはい、そうそうそう、なんかね来て、そうそう、もう来た時にオンラインでやるって決まってたタイミングからのなんか実行委員になんかなる流れになり、なる何するんだろうと思いながら、うん、あの何しましたっけ1年その、オンラインのやつって、オンラインはインタビューをウェブサイトにそうそうインタビューを載せてたんで、ひたすら作家さんにこう話して、あインタビュー取ってそれ文字起こしして、うん、文字に起こして、うん、まとめてみたいなことをやってましたね、うん、そうでもなんか来てそうそう、あんまり知らないから、うん、あの作家さんとか初めてとか2回目とかの時点で会って、うん、なんかそういう話聞いたので、うん、なんか人となりをねそのイベントの前に知れたから、あのリアルなやつをする前にこうよく喋れて関係性築けたのが良かったかなとは今となっては、うん、じゃあこう総評すると1年目ってどんな年でした？1年目総評するとまあなんか手探りでやりながらですけど、うん、まあ頑張ったんじゃないかなって感じですね自分なりにね、はい、そうそう、自分で自分を褒めたいみたいな、そうそうそうよく頑張ったなるほど、まあ、なんかこうなんか外から見てると、まあ、こういろんな人と出会う年みたいな、うんうん、そうですね、地域を知るとか知ってもらうみたいなところを、うんうん、地域だったり人だったり個人的なテーマですので、うんうんうん、そう広報誌にも載れたしですね、あそうだね、うん、う広報誌にもがっつりいい記念になりました、表紙ってなかなか載れないですよ、うん、そうですよお金払っても多分乗れるあれじゃないそうだね、そう、うん、そうそうそう、いやびっくりしました、なんか軽い乗りでちょっと協力隊乗せてもらえたりしませんか、あそういうのもこうきっかけ作ったんですね、そうそう言ったんですよ、うんうん、あのなんか協力隊も知られてなさそうだなって、はいはいはい、うんうん、特に中川ね、そうそうそうでなんか載せれないですかねって、うんうん、最初コーナーがその毎月欲しいって言ったんですよ、確か、はいはい、こうワンコーナーちょっと広報誌の中にね、うん、隅っこちょこっとっ、はい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 、結構やってる自治体があって、そうだね、なんかそれ言ったら、うん、それよりなんかもうドーンとやっちゃわないみたいな感じで高岸さんも卒業だしみたいな感じで、はい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 、私たち知ったばっかだしみたいな感じで、うんうん、そうやっちゃえって言ってなんかドーンとのレベルがなんかどんどん気づいたらこう伸びてってですね、すごいよ、表紙から関東から4ページだから計5ページ載ってる、そうびっくりしました、重たい5だね5ページが、うんうん、全体に配られるから、ね、そうよ、中川市の人みんな見るやつだから、だからなんか今もたまに会ったら、うん、なんか毎回表紙の人、そう表紙の人って言ってくるハムの人みたいな人がいたりとかうん、うん、あの初めて会った、うん、結構若い人ですけど、うん、なんか見たことあるみたいな話になってて、うん、なんかあ広報誌載ってなかったって言われて載ってましたみたいな、いや3年2年前とかですけど、最近の話、それそう結構それはね、2、3ヶ月前にそうそう言われました、うーん強いね広報誌、よう覚えたんじゃねすごい、そう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 いいですって、キシホリン今日マイクあんまりいらねえそうですけど楽しい楽しい、リスナーじゃないけど
あれだからね、パーソナリティだからね、一人だからリスナーになんないで。分かった。ちなみにほら、なんかね、聞かないかんことが、うん、そうそう、まあ出会いとかね、そうそう、出会いたっぷりのほら年でしょ。ほら、で、あの、ね、これからもこう住み続けるじゃないですか、うん、そうそう、それの理由としてほら、結婚されたじゃないですか。そうなんですよ、ね、これ言ってもいいんですかね、うん、で、あの、そのね、お相手の方がさ、そうそうそう、南畑の人なんですよね。そうなの、ここまでいいですか、ここまでいいですか、ここまでいい、うん、ね、南畑の人ってことはほらこう活動していく中でさ、そうそう、どこかで出会ってるはずでしょ。そう、どこで出会ったんだっていう話ですよ。そうそう、1年目の時は、ね、もうあの、ね、そのお相手の方もいらっしゃったと思うんですけど、うん、住んでたはずなんですけど、うん、ね、その時はなんかこう出会ったりとかなかったんですか。その時はですね、なんかあの阪急でありますよね、イベントが。あ、はいはい、中川のなんかブレイクありました、ありましたみたいな、あれに、なん私たちもなんかちょっと顔出してたのかな、手伝いみたいな感じで、それに多分遊びに来てて、うん、でなんかそうそう、いっぱいいろいろ買って、あ、うん、あ、お客さんに来られてね、アスパラとか多分ね20束ぐらい買ってた。うっそー、それ買いすぎじゃない。ほんとめっちゃ買ってってくれたんですよ。やりかねんけど。なんか配るって言ってね、あ、自分がさらに PR に行くと、そう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 、あの職場の人たちにも配るからって言って、めちゃめちゃアスパラを買っていった。高級じゃん、手数料も乗ってきたら。すごい。直接買った方がいい。いや、そう、確かに。わざわざ博多まで買わんの。そうそうそう。畑の方が近いよ。確かに。そうそうそう。そっか。高いアスパラをいっぱい買っていってくださいました。そっか。その時はなんか、その時は話したりしたんですか。なんか多分名前をコーナーがちょっとずれてきた。そう、名前だけ聞いてたんですよ、うんうん、そういう人がいる、うん、あの噂の、そうそうそう、この、なんか独身がいるみたいな、うん、そう、独身がいる、高尾さんでしょ、それ言ってるの。高取さん、うん、あ、高取さんね、そうそうそう、南畑の中で一押しのメンズでしたからね。そうそうそう、そうみたいですね、うん、なんか全然、聞き流してたんですよ、なんか全然、うんって言って、うんうん、特に意識なく、もう、うん、お互いなんかそう、うん、結構上っぽかったんで、うんうん、上ですもんね、相当上ですもんね。なんか知らない、あ、で、あ、うん、この人がその人かと思って、うんうんうん、うんと思ってなんかちょっと二言喋って、うん、なんかあの向こうも外行きモードでなんか、うんうん、テンション高めで多分なんか喋ったけど、うん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 、特に覚えてないです、うん、そうで気づいたらいなくなって、うんうん、多分お互いで多分知ってる人周りいっぱいいる、そうね、そうね、喋ってる人と、うんうん、消えてた。チフィー的には別に特に、うん、あの意識なく普通に、ね、あ、うん、あのこの人かなっていう、ね、認識したぐらいですね、うんうん、そういい感じの人だなぁ、へぇ、ちょっとおばちゃんみたいになってきた。そっか、もしかしたら ね、あの相手のメンズはちょっと意識しちゃう、その時からね、かわいい子来たぞみたいな ね、本当だね、うん、今度そのなんかコメントも取りたくなってね。どうだったんだと、ね、うん、阪急の時はと、阪急、うん、の時は週刊チフィーのちょっとこう ねなんか知りたいね、うん、メール送ってもらおう、メール送ってもらう、聞いてるこれ、うん、聞いて旦那さん、ないと思うんですけどね。聞いてほしくないところもある、そうでもない、いや、どっちでもいいです。気にしないタイプ。親聞いてるんだ、もう、うっそ、あ、そうか、親ってあの私の、ああ、そうか、そうね、お父さん聞いてるね、チフィーパパがね、大丈夫ですかこれ。大丈夫じゃないですか。うん、間接的にあの近況報告いつもしてる感じ。あ、そっかそっか、うん、これ聞けばね、差異はないですか、うん、差異はないですか、差異、うん、間違えてる、うん、間違いとかこうちょっとこうオブラートに包んでるところとかないですか。大丈夫大丈夫大丈夫、あまりそんなに言ってないね、よかった、ストレートにお話ししてる感じね、それの延長線上ですね。そっか、なんか、ね、ちょっと終わりがおかしくなった。そうですね、このね、あの、うん、ラブリンスはもう来週以降。そうね、ちょっとどこでこう、そうそう、で意識し始めるかっていう、ね、うん、キュンがどこで始まったのか。どこで始まったのか気になるよね。活動、そっちの活動報告。そっちのが気になるし、正直あの有料版でお届けしよう。そうやった、そうやった。そう、そういうシステムできる、課金コーナーで、うん、このキルピーに言えばできるんじゃないですか、ね、この続きはっていうので、うん、別に作ってもらって、鍵付きでね、うん、そうそうそう、ということですので、簡単には教えてくれないってことですね。シホリンじゃないよ、キルピーお願いしますね。はい、はい、ということで、じゃあ1年目のチフィーのお話、はい、週刊チフィー、はい、大丈夫ですかね、はい、この辺でということで、はい、また来週楽しみにしておきましょう。来週の週刊チフィーはね、はい、2年目の、2年目と、
恋の様子、はい、そうね違うか出会ったのかっていうところねどこで出会ったもう2年目にそれがあるのかどうか、はいはい、そうね気になるね気になるね気になるということでもう絶対これ来週も聞き逃せないので、はいうん、聞き逃せないよろしくお願いします、うん、はい週刊チッフィーでした。南畑の会社訪問、はいはいはい、このコーナーはですね、うん、南畑の会社を訪問するコーナーですコーナーそうですね、はい、まあまあですね、うん、新コーナー盛りだくさん新コーナーですこれも、うん、これはあの別冊別冊ですね付録で、はい、別冊で今回は週刊チッフィーの付属になるかもしれませんけども、うん、はい、はい、あの先週ねあのお送りしたのが株式会社クセンブのクセンブ製麺所の工場見学の様子だけだったんですよ。で実はねその代表のお一人でもある、はい、あの 石上さんという方男性の方にもねいろいろお話聞いてて、うん、そうなんです。それかもうめちゃくちゃいい話が盛りだくさんでねちょっと長くなりそうだったのでちょっとこう次週に持ち越そうかなと思って、うん、で今週はそのいろいろお話を聞いた様子をね、はい、お届けしようかと思ってますので、はい、どうぞお聞きください、はい、ではどうぞ。もともとあれなんですね、あの福岡市の東区にある箱崎トロルで、はい、その自然薯料理の専門店を代表がオープンしたのが最初、うん、それがもうに20年ですか、あちょうど20周年なんですよ、うん、今年が。で最初はその農家さんから自然薯買って、うん、で店で吸って、うん、それをそうですか。そうなんです。仕入れて自然薯仕入れてからそうなんだ。お店をされてたんですね。へへ、だその毎日毎日毎日芋するからです、うんうん、自然薯のそのいい芋と、まあ、悪い芋じゃないんですけど、うんうんうん、あの自然薯って粘りがこう粘るのが特徴なんですけど、実は全く粘らないのもあるんですよ。ボソボソの感じとか、でそういうのをまあこう、はい、まあ、釣り上げて一つのトロールに仕上げていくんですけど、そのこうなんですかね、する前になんか分かってくるんです。あこれ多分ボソボソしてる、あこれめちゃくちゃ粘るやつだなみたいなっていうのの特徴の見分けがついていて、でこれなんかこっちその特徴があったからこれ作れるんじゃないかっていうのでやったのがその農業が最初っていう、自分たちで試験的に材料から作ってみよう。そうそうなんですよね。テストで作っていってたら、なんか他の農家さんたちも自分たちの方がいいもできるじゃんっていうのになって、でそれがその会社の方がクセンブっていうんですけど、これ山の名前なんですね。クセンブさんの、はい、でそこに今山を切り開いていっていうか、耕作放棄地のところを畑にして、はい、そこで自然薯を育てているんですけど、自然薯ってあの自然の芋って書くから、はい、もともと勝手に山になってるって、うん、昔あの堀子さんっていうのが掘って、うんうんうん、あの鶴を見つけてそれを下たどって一生懸命掘って、深く掘るのが本当の自然薯ですよね。はい、そうなんです。1メートルとか2メートルぐらい掘って収穫して、でだからもともとその高価というか結構わりかし希少なやつで高いっていう言われてたんですけど、うちはどのぐらいか、2000コロナの前とかは7万本ぐらいとか。7万本コロナの前とかですね。その辺でってことですね。全部その辺じゃないんですけど、あの作り方でその特許を、そういうことで苦戦でもや南畑になるのかな、全部あ違うのかな、まあなんか、うん、この辺りでね、畑はあのジベットっていうところ、ああジベット、ニューバーニューバー、そう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 、そこにも、でそこだけじゃないんですけど、まああのその一気に7万本収穫できるような、うん、その特許の製法を違う、今です。今ですよ。そうそう。コロナ前は7万本だったけど、コロナ前の補助が何回かだけだって鹿児島とか2県にもあったんですよ。はい、今提携しているところが埼玉とか佐賀とか。そっちあるんですね。うちだけだって植えたのはマックスで3万ですね。いろんな植えてもらってるのを足すとだいぶ増える。そうそうそう。補足さ。補足情報。だからそれもなんか基本的にあの農薬使わずにやってるんですよね。あの、もともとは勝手に山に自生するものだから、その土を作って
その自然の土で栽培するっていうやり方 で、うんうん、でただその腐葉土の中にそのそば柄だったり米ぬかとかいろいろそういうのを混ぜて、その陶磁石という菌を作って、その菌を畑にまくことで山に近い環境、もともと自然になるものだから同じような環境を作ってあげると勝手になるから、その状況を作って栽培するっていうのをやってて、だからまあ、せっかくその添加物とか農薬とか使わずにやってるから、飲食店の方でも基本的にその添加物とか使わずにそのままの素材の味をこう出すっていうのを飲食店でやってるんですよね。だから飲食店が20年で農業始めたのが、その5年後ぐらいで、農業15年ぐらいですね。でずっとやってきて、でその食の安全安心っていうのでやってきて、で去年の3月声明をやろうと思って、それが、まあ、飲食店でサービス業第三次産業で、農業は第一次です、ね、で一次と三次があって、まあ、自分たちでやっぱり加工できる技術が、まあ、欲しいなっていうか、あんなのいいなっていうので、その生命を始めたんですけど、まあ、その第一次も第三次もどっちもそういう、はい、添加物とかそういうのを使ってないのに、第二次だけ使うわけにはいかないので、それを使わずにやろうっていうで始めたんですけど、あでプラスの国産のでっていうですね、今度は国産の小麦 100% と化学合成された添加物は使わないっていうんですね。軽い気持ちで始めたんです。軽い気持ちはそんなに、もともとね、その、井口さんもやっぱり職人だったから、そんなに難しくないだろうと思って蓋を開けたら、もう難しすぎて、そうですか、たかが麺、されど麺、いやいや、もう本当、もうびっくりするぐらいですね、びっくりするぐらい難しくて、多分結局、全部これまで出来上がったのは、今一応この商品がですけど、はい、ラインナップ、はい、今まで本当に1年かかります。はい、熱い方ですね、ねえ、ですね、面白かったですね、面白かったですね、なかなか普通にこう生きてたら聞こえてこないような話、そうね、確かにそうですね、お会いして、あ、こんな考えあるんだ、ね、このうどん、ラーメンとかのこの麺のね、製品の中にすごい思いが詰まってるなっていうのをすごく感じたんじゃないかなと思いますけど、でこれもね、今回もそのきっかけの話にしか過ぎないんですよ、そうなんですけど、まだねさらにもっと聞いてますので、はい、今後のこととかね、そういったところは、あのまた次週、ま、そう別冊のあの2号、そうそうそう2号そうなので、ちょっとまたこの1週間で全てちょっと お伝えきれなかったの で、ね、また来週続きで、もう少々お待ちください、苦戦部製麺月間になりそうな気がするぐらい盛りだくさんだったので、また続きは次週にお届けしたいと思います。はい、はい、エンディングです。今日はい内容盛りだくさんでお届けしましたね。なのでもうコンテラはお休みします、はい、でもまあちょっとプチ情報としてね、中之島公園来週さ、そば道場始まるんですよ。ついにですね、はい、で、あのね、ヘビーリスナーのあずあずのご主人がね、はい、参加する予定で、言っていいのかな、内緒だったのか、周りには内緒だったのか、周りのこと内緒やけど、でもラジオ聞いてないから、ね、もう張り切ってらっしゃるの、ね、楽しみにしてます。本当ちゃんとね、お休みマークに丸があります。そうですね、年間通して頑張ろうっていう。全何回あるんですか？全6回お、6回お休みされるんじゃないですか？6回休み、ね、6回休みも決まりました、うん、もう、はい、あ、もうちゃんと、うん、もう事前に申請してるのかな、はい、もう会社の方にも、その月末にやると思います。そっかそっか、いやどうなることやら、はいはい、初の試みなんでね、うんうん、あの結構今まで親子連れの、ね、参加のイベントはよくやってたんですけど、はいはいはい、あの同じ人にひたすら教える、しかも大人、うんうん、もうやっぱだ、あの大人の方ばっかりなんですけど、うんうんうん、その方たちにね、どういうこのなんかこう展開が待ち受けてるのかっていうのがね、うんうんうん、楽しみで仕方ないです ね、 ですね、やっぱ皆さん少しずつ上達されるでしょうし、ね、でしょうね、楽しみですね。でいろんなね、あの意気込みとかもね、メールでやり取りしてるんですけど、うんうん、
皆さんで、ね、もう自分であの年末その年越しそばを一人で打てるようになりたいって自慢したいとか、うん、振る舞いたいっていう、家族とかね、親戚の方に振る舞いたいという思いが、ね、強い方たちばっかりなので、うんうん、そう面白そうです、うん、まあ、その様子、そう来週ねまたあの終わった後の様子とかもお届けできればなと思いますので、またお楽しみということで、はい、はい、いやなんか長かったね今日ね、盛りだくさんでしたね、なんかこうね、二回分撮った気がする。二回分撮ったからね。あ、撮ったよね。撮ったからね。撮ったね。うん、そう撮ったからもうしほりんもう壺にはまってね、同じことやってるよみたいな感じでこう。次何喋るか分かるっていう。途中からもリスナーになってたよね。楽しかった。また来週、来週は1回で済むよね、ね、はい、うん、2度あることは3度あると思いますけど、はい、事前にね、ちゃんとね、機材のね、配線とかもチェックしてね、はい、やりたいと思います。頑張りましょう、はい、では今週はこの辺で、はい、さよなら、さよなら。